うわー、味…ジー。やっぱプールサイドは照り返しがきついな。なんか冷たい飲み物。はい、ジュリアさん、甘酒です。日本では夏にこれを飲むと聞いて、美奈子さんに作っていただきました。夏バテに効くようですよ。甘酒さすがエミリー、ー渋いチョイスだ。 ちょっといただこうかなんうんうんこれ案外うまいな生姜がピリッと効いててそうでしょ喜んでもらえて嬉しいですう,うプライベートでまで水着を着るのは。 遅かったなぁ更衣室はあっちにあるらしいから早速着替えに行こうかあうあえっとあ私はもう少しプールサイドでまったりしてからにしようかなって <laughs> 私も風花さんと一緒にいるわ泳ぎはあまり得意ではないし え風花も千葉もまさか泳がないつもりなのかせっかくプールがあるのにううだってあんた 次は千早ちゃんなのですこのプール全然深くないから泳ぎが下手でも大丈夫なのですだからねど徳川さんえはっああー二人ともお水の向こうで微笑んでいるのですなな,な何が起きてる、まつ ジュリアちゃんも、みんなのところに行くのです仲良しなのは、いいことです。ね。ぐあああ<ス>ジュリアちゃんも、水遊び

ほうまだまだ祭りは遊び足りないのです仕方ないのです祭りも行くのですあっプロデューサーさんそれにみんなもお疲れさまです千早ちゃん疲れて眠っちゃったんですだから起こしちゃったら悪いなと思って はーはーん姫はメルヘンに詳しいのですだからこういう時どうすれば千早ちゃんの目が覚めるのかよく知っているのです眠り姫を目覚めさせるのは。 つまりねあ,あそそれってもしかして王子様のキスってことこれは王子様の義務なのですねプロデューサーさんほっ、はあ、ダメなのです プロデューサーさんがそう言うならジュリアちゃんに代わりにやってもらうのですえっ、ー、なんで私が王子様の役目を見事果たして見せるのです

なんてなていそんなの絶対ないからなえっと何があったのかしら